10年前、一人の男が生み出した日本初の SNS、フリー。瞬く間に会員数を伸ばしたこのサービスを継続するために、一つの会社が誕生。2004年、グリー株式会社はここから始まった。2005年、会員数は20万人を突破。仲間も増え、オフィスも少し広くなり、そして次はモバイルだ。2006年、半年に及ぶ交渉を経て KDDI と提携、 Easy グリーをリリース。2007年には会員数が100万人を突破。モバイルの未来を確信した。そして世界初のモバイルソーシャルゲームツリスタをリリース。爆発的な大ヒットを記録。 SNS とゲームの融合という新しい道を開いた。2008年、初めてのテレビ CM をスタート。そして設立から4年、東証マザーズに上場。2009年、会員数がついに1000万人を突破。企業成長率2年連続日本一を達成。2010年、東証一部に上場。そしてグリープラットフォームをリリースした。六本木ヒルズにオフィスを移転。会員数は増え続け、2000万人を突破。グリーの挑戦は終わらない。2011年、初の海外拠点をサンフランシスコに設立。そして東京ゲームショウに最大級のブースで初出展した。2012年にはネイティブゲームのリーディングカンパニー、アメリカのファンズヨもグリーの仲間になり、世界に向けてのゲームを次々とリリース。さらに E3 2012、世界最大のゲームショウに初出展。そして探検ドリランドのテレビアニメ化が決定した。急成長を続けるグリーだが、ソーシャルゲームにまつわる社会問題において果たすべき責任も大きくなった。東日本大震災が起きた時には募金サービスを立ち上げた。リリース後24時間で50万人もの人々から1億円の寄付を集めた。インターネットの持つ可能性を強く感じる出来事だった。世の中における私たちの存在意義は何だろう。グリーだからできることはもっともっとあるはずだ。ソーシャルゲームを取り巻く環境は日々変化している。2014年、グリーはネイティブゲーム開発に力を入れ始めた。試行錯誤を繰り返し、逆境を乗り越えて、グリーのサービスは広がり続け、進化し続ける。10年前、たった一人で始めたグリー。今ここにはたくさんの仲間がいる。グリーは誰もが知るインターネット企業になった。だけどグリーの挑戦はいつまでも続いていく。インターネットの可能性が残っている限り、インターネットを通じて世界をより良くする。グリー10周年。